どっかで力が抜かないように上がるところもずっと肩でしっかりとストラップをピーンと張ったりと、かかとで押してお尻締めながら上に立ってあげる。そう、お辞儀しないようにね、スッとしゃがんで、これはさっきと違ってスッとシンプルにしゃがんで、かかとの位置でスッと立つ、深くポイントを深く、腹筋背筋で支えて体が後ろに倒れないように。重心をぐーっとずらしていきます。このまま今度は左に行きます。左に行くときにゆっくりとおへその上に上がらないようにね、繰り返してスタート。深く真ん中に元気におへそが上に上がらないようにバックランジ、足を下げて下げて、はい、スタート。そう、負荷が欲しいなっていう人は下げた。はい、スタート。これの負荷が欲しい人はつま先を浮かしてください。体が左右に流れないように、体は真下にストーンとしゃがむイメージで、後ろの足だけクロス立てて綺麗に持っていってあげる。そうで、前に残ったら持ちます。持ちましたか。はい、手を縦にして、お尻の筋肉しっかりと締めた状態でお尻が落ちないように、あとは逆にこうやって反っておへそから行くのもよくないです。まっすぐにしてあげます。この状態で手首が肋骨のこの下の部分にタッチするように肘を狭く引いていきます。はい、スタート。そう、頑張ってへそ上げて、そこから引いていく。ナイス。あと15秒。いきます。手のひらベタッとつけて、レディーゴー。嬉しそうです。足を変えましょう。そのまま帰れる人はもうズボンと変えて、2本目いきます。ちょっとだけ秒数短くなります。レディーゴー。左手を伸ばしてあげる。あと5秒。4、さすが、3、素晴らしい、2、1、はい、OK。 そう、肘に向かってもっと、はい、すごい、はい、ゆっくり伸ばして、そう、自分の膝と肘がつくような、あー、いいですね。はい、10秒。しっかりと刈り込んでいく。わー、いいです。はい、今からラスト10秒スピードアップ、はい、ゴー。8、7、もっとこいで、6、5、こいで、4、3、2、もっとこいで、1、0、はい、OK。 はい、各自水分とってクールダウンしておいてください。お疲れ様です。